昔はこうやってね、家でやってましたね。これで出汁で薄めてね、少しずつね。薄める前そう、薄める前。薄める前です。家にこういう、こんなですよ。家に板があって穴が開いてるんですよ。でそこにこう棒を突っ込んで、こう回せるようになってる。これくらい、その粘り気がある。あ、すごい、すごい、すごい。これすごい。うわ、すごい。この自然薯ほどすごいですね。すごい。あ、すごい、すごい。宅地なんですよ。田んぼの上にこの瓦礫をやって、だから畑にならないんですよ。それがね、なんとそのクワも入らない、スコットも入らないところに自分で掘っていってね、植わってるんですよ。そのが、丸い自然薯と言いまして、インドネシア産なんですね。これですね。これがインドネシア産。実際もっとこう大きくなるんですが、これは、長野県の南磯というところで、畝もないようなところでね、やり始めたんですけども、この倍ぐらいがの量で植えたんですね。それが今、30倍ぐらいになってまして。で来年、その池田農園の3単から6単をこれでやると、一気にブームになるのか。特徴は、調理する人が触っても痒くならない、なりにくいんですね。で長芋、その自然薯系というのは、子供はその食べる時に口についたりするとね、痒いって言い出すんですけど、痒くないんですよね。それで、粘土、この粘り度が自然薯よりも、強くてですね、で甘いんですよ。食べて甘みがある。